会社が大きくなるときもしかしたらなんか別に必要なくなる存在かもしれないなって。今まで見てない景色を見続けるっていうのは、うん、転職することは悪いことじゃないですか。いや、そうだね。あ、でもダイアリーとして正社員が辞めるってのが多分初めてだから、多分世の中的に当たり前かもしれないけど、晴天の霹靂だっけ。泣いちゃうよ。いや、そうね。でもそれは全て自分が、まあ、招いたことであり、それが別に悪いってわけでもないっていうところを、まあ田畑慎太郎にも言ってたし、田畑慎太郎言ってたし言ってたし、それをなんかマイナスに捉えることが別にケちゃんのキャリアにとって良くないなとも思うから、なんかそれをプラスにしてお互い頑張ってまた交わるところで交わろうっていう、まあ、しばらくはねそんな切り替えられないかもしれないけど、まあ成長し続けてケちゃんがいつでも戻ってくれるような会社にしたいなと思ってますね。逆になんかすごい優しすぎるのかもしれないですけど、人によるとは思いますけど、全然なんかできないときはもっと仕事上での要求とかも全然むしろしてもいいかなっていう気はしますし、なんかそこは僕自身ももっとなんか向き合って、まあ、一緒に本当にやっていくぐらいの感じはもっと出せたのかなっていう気はしますね。なんかそこがすごいいいところでもありつつ難しいところですね。確かに人に怒らないんだよね。怒りの感情よりも悲しくなっちゃう。結構リアルに自分のせいだなって心から思ってる。怒りの感情ってさ、そのコントロールできないものに対して生じる感情であることが多いなと思ってるんだけど、結構自分のせいだなって思うし、まあ、しかりはしないけども、なんかちゃんと成果を上げられるそういう環境というかフェーズというかにできたらなと思ってますね。まあ、合う合わないで言うとイケちゃん合ってると思ってて、ダイアリーのカルチャーをにめっちゃ合ってるし、だから前提の価値観とか利他的であったりとか思いやりみたいなのめっちゃ、まあ、あるじゃん。なんかだからこそ寂しい気持ちはあるよね。そのなんか話せば話すとなんか相性なのかなっていう気はしますけど ね、 そ、 うだね、その環境っていうオプチュニティ的なところは十分にあったっていう感じはしてて、その中でなんか僕の態度というかやっぱりはもっと改善できるところがあったなっていう。まあでも前提感謝しかないですけどね、本当に、いや本当に心から。でもイケちゃんは前提普通にベースの能力とか志とかは普通のなんか同世代の人たちから見たら全然高いし、スキルもあると思ってっていうのはあるから、倍率からとか転職した後とかも絶対普通に活躍できますよ。それは寂しいだけですよ、別に心配はない。寂しいだけっていう言葉が一番ぴったりかもしれない。うん、そうなんよ。なんかイケちゃんの立場だったら確かに全然なんかわかるやん。なんかいや申し訳なさすぎて、なんか皆さんめっちゃ頑張ってるなということ考えなのか申し訳ないっていうのもあり、皆さんのままで今週は言おうかと思いつつ言えずに次の週っていうどうしようかな。え、何週続いたそれが。最初ちょっと考えた時から考えると2週間、3週間くらいで、ああ、よくもあると思う。他の代理のメンバーとはタイプは全然違うなって思ってて、どっちかというとなんか皆さん10段階で言うと10で他6みたいなタイプの人が多いかなって気はしてますけど、自分はどっちかというと全部8とか A タイプなんで、確かによく思われてもそういうなんか他の性じゃないですけどあるなっていう気はしてて、そうだよねっていうところと、とはいえでもなんかさっき言ってた起業家というか経営メンバーにならなきゃいけないじゃないですか。うまくやりつつできるかもしれないけど、それがなんか会社が大きくなるときもしかしたらなんか別に必要なくなる存在かもしれないなって、そういうのはあるかもしれないですけど、もっとそういうとこ経営とかできるようにはならなきゃいけないなっていうところもなんか、まあ、葛藤もありですよね。でもやっぱあれだよね、経営ってさ難しいのが、俺も正直全くできてないけど、いきなり経営とかって難しいなとも思うよね。一回プレイヤーで突き抜けてとか何かで
突き抜けてからやるみたいなのが、まあ、一般的じゃん。でもそれを同時にやらなきゃいけないみたいなのは普通に難易度を小ぎ高なんだろうなって思うし、カオスだし、その冷静劇団のキャリアをシビアに考えた時に転職した方がいいなと思う気持ちも分かるし、から普通に寂しいだけっていう以外、それ以上でもそれ以外でもないみたいなのはあるよね。でも池ちゃんが今後の人生でその池ちゃんが考えるその実力とかなんかを身につけた上でそれでも何やりたいかみたいな時にダイアリーのみんなと働きたいとかっていう選択肢が入るような会社にしたいなとは思ってます。いやまあでもそれさっきの話にもつながりますけど、やっぱりでもなんかちゃんとスタートアップ行く人ってバリバリ能力があるから、そうじゃなくてもめちゃくちゃもうそれを金返すぐらいもう熱量が必要だと、どっちか必要だと思う。とりあえずやってみてまあ完全に成功できるわみたいな能力があるわけではないなっていうところはまだまだ自分じゃないところだとあります。その中でもそれをなんか繰り返すぐらいの必要でやっていくことが必要だなっていうところは分かっていてはいるんですけど、それがじゃあなんか他のみーちゃんとかバーさんとかぐらいできるかっていうのでもなんかそこまでおそらくできないんだろうなっていうところもありつつあったり、不協和音じゃないですけど、なんか自分がいることでそこまでバリュー出せないのがあんま良くないなっていうところも感じつつみたいなところもが、まあ結構割と本音ベースでのなんかまあ言う機会かなっていう、プリツルをつけるかそういう熱量っていうところがまあなかったわけではないですけど、本当にプロの選手になれぐらいできるかっていうのは全然まだまだなっていうのがあるんですけど、そこはまあなんか自分なりの違うステップになると思いますけど、実力つけてもう一回なんかチャレンジするなりっていうのを力のね環境があればなっていうのを思いますね。やめる身でおこがましいですけど、やってよかったなってすごい思うんですけど、あの時悩んでこっちに決めた方が良かったなって思う。まあ池ちゃんがいるから今のダイアリーがあるし、これからのダイアリーも池ちゃんがいることからこそあると思うから、もう感謝しても感謝しきれないです。焼肉食べてなかったらたぶん永遠泣いてました。嘘やん。さっきから手が止まらない。手がさっきから手が止まらないんだけど、お姉ちゃん。でも池ちゃんはどっちかっていうとその周りに貢献してるとかなんかっていうところが結構でかいんだなっていうのは思ってるわ、じゃ、うん、自分が自分がっていう精神があんまないよね。サラダ会とかずっとこうお客さんをこうやってくれたりとか、うん、ゴミとかずっとやってくれて、おもてなしのものというか、いやこれが多分自分の自己満なんだろうなって最近思ったんですよ。小さい頃もできないわけじゃないですけど、何かでクラスで一番なるみたいなとか、学校で一番とかっていうのはあんま経験がなくて、どっかでなんか存在感って必要とされたいみたいなところは多分大きい。それが多分他人のためになったら、なんか分かりやすく存在価値あるなって思えるからこそ、なんか自分の中で人のためにどうしてもいいかとかっていうのを考えるようになってる気がします。それがなんか究極の自分の自己満感じなので、今は小説生でもっとガッて多分大学成長した方がいいんだろうなって気はしますけど、よりなんか成長しつつも安定じゃないですか、確実に広がっていくみたいなことだったら、多分そういう対応とかいろいろ含めて力があるかなっていきます、うん、もうあえて言うなら自分のことだけ考えてもいい気もするね、池ちゃんとかは。それが結果的に周りのためになってるぐらいでいいと思うけどね。まあ難しいけどね、その他者貢献がもう直で幸せっていうところがあると思うけど、意外とでもやりたいこととかこういうことできるようになったらとかもいっぱいあるだろうし、それができる人だからこそこれからね、なんかどこで働くにしても何をするにしても自分をファーストで考えても
考えた方が結果的に周りのためになるとも思ったりもするなとは思いますね。とは言いつつこの2年間ひたすら組織とか周りのメンバーのためになんか尽くし続けてくれたっていうのはからこそ今のなんかメンバーもいると思うし、ダイアリーの授業もあると思うから、何もなかったからね2年前とか。絶対に起こってはいけないことがスタートアップでは絶対に起きるんだよね本当にどうなるかわからない。えでも毎回壁を乗り越えて今まで見てない景色を見続けるっていうのは死ぬまでやりますよ本当にかっこいい。もう絶対成功すると思うんですよ、ね、なんか成功するまでのなんかいろんなことをなんか毎日ドラマ見てるみたいで楽しいです。今いろんなことがある、下がる日も上がる日もあるんですけどそれも含めて成功っていうか最終的にハッピーエンドになるお話のストーリーを毎日見てるみたいな感じで、あだハッピーエンドは決まってるんだもん。ハッピーエンドは決まってる、ハッピーエンド行く過程でいろいろある。なるほどね、いろいろないとね、いろいろありすぎるかもね、ちょっと10年以上だいぶ道長いね。いやそうなんすよ、しかもなんか結構リアルにできると思ってるんだよね 95% ぐらいで。後半の趣味でやっぱ改めてすごいっすよ、ね、やめてください。ずっと一緒にいるなんか凄さが分かんなくなるっておかしいですけど、でも慣れてきてる部分もあると思うんですけど、うん、で最近なんか改めてなんかやっぱすごい人なんだなっていう、いやいやいや全くですよ、それは本当全くです。なんかここまで器が大きくてなんか本当リングを背負って、うん、すごいなっていう。いやでも本当に全然、いやなんかリアルにこれからだしね、なんかスタートラインにも立ってないっていう感じまあでもその行く道もちゃんと楽しんで、いわゆるなんか世の中的にあるスタートアップの落とし穴全部ハマってくんだろうと思うわ、まっすぐ行って。流行りっぽいですけどね、なんか悩んでること、悩んでるって思ってもあそれよくあることだよみたいな、絶対通るとこだよみたいなことがこれからも起こってきそう、うん、で起こってくるって本でしてても起こりそう、うん、どう頑張っても回避できないから乗り越えるしかない、うん、寂しいは寂しいよね。クラちゃんも泣いてたしね、ズームで話してたね号泣よ。そのふうになんかまあ思ってもらえるとは思う、それは逆返しできてない全然。確かにメタ認知できてない、メタ認知できてない、ちょっと欠けてる、あのもうちょっとしてほしい。メタ認知はできない人間だなと思ったひたすら人に聞いてなんかよろしくないなでも人に聞くもそうですけど、なんかこちらがいくら言おうと自分でそれを認めないんじゃないですか、あんまり池田さんって認めてくれないの、池田さんが池田さんのことを、だからこちらが何を言おうと全然響かないの。いや認めたら終わりだなって思いますけど、いや言いたいことも分かるけどなんか人生満足したのを認めたら常に伸びしろはありたいなと思います。でもそのマインドはマジスタートアップだねうん、いつでも持ってきてよ。いやまあそうですね、実力がね、もうちょい実力も、もう一緒につけたいね。うん、もう対応しようとしてるかもしれないちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題、志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね、概要欄からチェック。